はい。神奈川県人権提発センターです。で、かなり前の動画でね、川崎市の部落にピンポンしましたと、えー。川崎市にね、なんか変な童話対策の相談事業があるから、それを知ってる人がいないか、川崎市の3つの部落を訪ね歩いたんだけど、誰も知らなかったと。それどころか、川崎市だと、その部落の中でも、そこが部落だったっていうことを知ってる住民自体が、まずもうほとんどいない。 というか少なくとも我々は見つけられなかったわけですね。うん、ということがあってそれでこのね川崎市の童話事業相談事業相談員の名前を。 公開しないわけですよ、川崎市が。黒塗りにして出してくるわけです。意味わからないですよね。相談事業なのに相談員の名前がわからない。連絡先も公開しないと。じゃあ相談ってそもそも誰がどうやってやるのっていう話になるわけですよ。部落でも知られないし、そんな事業があるなんてことは。それで審査請求にかけたわけです。それが平成30年。 で、結果が出たのが、令和2年12月11日。つい先月のことですね。相当時間かかって出したんです。で、結論から言えば、川崎市は、やっぱりあの、相談員の住所、氏名。で、同和団体の支部の場所も出さなかったです。えー、3つ支部があるんですね。えー、全日本同和会、解放同盟、人権連。それで、 えー、まずね、解放同盟に関しては、解放同盟の支部っていうのは川崎市のね、川崎市の解放同盟の支部は童話地区にないです、大禅寺っていうところ,ところでね、朝多くの童話地区でもなんでもない、部落でもなんでもないところにあります、で支部長は部落出身じゃないです、まあ、本人なんかね、あの浅草断左衛門、東京の,ああの浅草断左門の場所の出身だって言ったんだけど、あそこ大体童話地区じゃないし、名字もね、なんとか、 矢やのでもな、ないですからね。全然部落が関係ないですから、そこはもう今となっては。全国部落調査には載ってないし。だからそんなんで部落出身って言われたってね、んなもんインチキだし。で、全日本道和会に関しては、あれ、支部が横浜なんですよ。川崎市内にさえないんです。で、支部長はなんか部落出身だみたいなこと周りから言われるけど、なんか四国の部落出身らしいんですよね。だけど、あの、名字知ってるけど、あの名字ね、 四国の部落の名字じゃないですね。だから、その辺も相当怪しいと思ってるんですね。で、あと、もう完全にブラックボックスになってるのが人権連。人権連っていうとね、比較的公正みたいなイメージがあるけど、やっぱ神奈川県は人権連もやっぱちょっと黒いです。うん、まあそれはやっぱ人権連言わせると、うちだけがね、この、まあ三団体の 同和対応、行政対応の枠から出、出ちゃうと、他の団体が好き放題やるから、まあ必要枠でやってるみたいな風には言われるんだけども、まあ、まあそこをね、我々が色い々ろいろつっついてるんで、もう人権連からもうちは危険視されてます。で、人権連に関してはね、全くね、実態がわからないんです。教えてくれないんですよね。ただ分かってるのは、あの、10人もいないっていうことです。川崎市に関しては、その支部員ではね、人権連が。うん。 でそういう証拠を川崎市に突きつけて、ね、当初ね、川崎市は、えー、補助金の交付団体、いわゆる童話3団体であり、我が国における人権侵害史上最も過酷な差別を受けてきた個人や家族から構成されている団体っていうようなことを非公開の理由にしてるんですけど、まあ、さっき言った通り、これはもう完全に嘘なわけです、間違いないわけですよ、部落にないんですから、その支部はね。 で、そうするとね、理由が変わるわけですよ、審査会の判断、結局ね、どんな理由になったかと,となったかっていうと,、えーとね、現在においても、童話団体を構成する者たちへの差別がなお解消されたとは言えずっていうことになってるんですよ。 これ相当おかしな話なんです。だからもうね、童話団体を構成する人たちが、部落出身とかね、まあ、団体が部落にあるかどうかなんて全然関係ない、ないわけです。とにかく童話団体に所属してたら差別されるんだと。それが部落問題なんだと。おかしなことを言ってるんだけども、これね、じゃあこれが川崎市情報公開個人情報法審社会独自の判断なのかっていうと僕は違うと思う。やっぱり解放同盟からなんか入れ知恵されてると思います。 で、その理由っていうのが、今日の1月にね、解放同盟副委員長の片岡さんがね、トットイループ全国部落調査復刻版裁判の争点っていろいろ書いてるんですけども、まあ、結局この裁判ね、最初は自分たち部落出身です、ですと。部落出身だから、こう、差別されない権利があるから、こういうけしからん出版物を差し止める権利があるってまあそういう理屈だったわけです。だけど、よくよく調べてみると、 その原告の中に明らかにブラック出身じゃないと言ってる人がいると。で、解放同盟ってそもそもね、ブラック出身じゃない人も入れるじゃないですかって言ったらそれは片岡さんも認めてるわけですよ。で、そのブラックの血筋とか言ってもね、例えば関東だったらあの、大磯町の大縄橋さんとか、あとはあの山鹿の深谷のね、あの、長谷川さんなんかあの文書からも確実に エタの子孫なわけですよ。だけどそういう人解放同盟に属してないわけですよね。で、さらに、多摩地域のあたりなんてあそこもね、昔ながらの村があって、それで、まあおそらくこの名字は、断罪門配下のエタの子孫である可能性、まあ100%じゃないけど、ほぼほぼそうなんじゃないかっていうのはね、あっちこっちあるんですよね。でもそういう人も、もうほとんど解放同盟に属してないわけです。 ほとんどっていうか全くですね、あの辺同区指定されないんだから。で、それで、じゃあ解放運動盛んな奈良に奈良、京都、大阪にしても、あの辺の大部落っていうのは、もう戦後に人が移り住んできてるんですよ、たくさん。ね。戦後というか、あの、もう明治の頃からね、解放令の後に。だから、あの辺はもう都市スラムで、だから、例えば大阪の解放同盟院ってほとんどその、得た日にの子孫じゃないですよ。 うん、ということについてもちろん解放同盟はそれ否定しないわけですよ隠してたわけでもないんだけどもねうんだからそれをまあ我々がその堂々と言うもんだからもうそれは認めざるを得なくなってそれで悪沢とかいうね教授がねいやいやその出身じゃないんだとその地筋じゃないんだと今のブラック差別っていうのは地域によるもんなんだとねその地名なんかが関係するんだとだけどね だけど、さっき言ったみたいに、解放同盟の川崎支部みたいに、部落でも何でもないところにあるようなのがあるんですよ。本当に何でもないわけです。だから、動画団体がありますって、それだけで、それ以外は全く空っぽなんですよ、あの辺にか、あの辺りに至っては。で、それでついにね、それさえももう、もう、否定できないということでね、いよいよ旧した解放同盟の、えー、片岡さんはですね、こんなこと書いてるんですね。 えとね、あるいはブラック解放運動に関わっているためにブラック出身者とみなされブラック差別の対象になっているということでねいやだからもうこの,こ,この連中と同じことを言ってるわけですだからもうこの血筋だとかねブラックがどうだとか童話地区がどうとか関係ないとブラック解放運動に関わってるから差別されるんだそれがブラック差別なんだと。 まあそういうおかしな理屈になってるわけです。これ本当に言ってるんですよ、こんなこともう、本当、アホみたいな話なんですけども。だからここではっきりと言わないといけないんだけども、やっぱりね、この戦後のブラック解放運動で童話事業っていうものはね、まあ、悪いところいっぱいあったけど、いいところもあったみたいなこと言われるけど、僕、やっぱりね、100%悪だと思います、これ。やっぱ確信しました。やっぱ僕の考え、正しいんだと。うん。 で、これね、例えば何百年か経ったらね、これ、昭和とか平成初期の頃の、こういう童話対策とか解放運動とか、おそらく後世の歴史家は、江戸時代の身分制度とその同列に語ると思います。この部落っていうものもね、おそらく古代に遡るんだろうけども、まあ、江戸時代にはね、実際人別帳が作られて身分として制度化されてたわけですね。 それが明治時代に解放令で一旦なくなったと。ところがですね、戦後の童話対策事業で、まず童話地区指定っていう地域の指定がされて、で、解放同盟だと、まあ童話団体ね、行政対応する窓口団体が、その文字通り名簿を作ったわけですよ、取りまとめてね。まああるいは行政が自主的に林保官なんかに名簿を備えてたところもあるんですけども、人別帳を作っちゃったわけです。じゃあその人別帳っていうのが、じゃあ、 その江戸時代のね、人別書と、その続きのものかっていうかっていうとね、まあそうではなくて、まあとにかくね、昭和になってから新しく作っちゃったわけです、そういう童話関係者という身分を。ね。だから後世の歴シカは、かつて日本では、その得た品というものがあって、身分差別がありました。それを制度化したのは、江戸時代の江戸幕府や各藩ですと。 で、それは明治時代一旦なくなりました。しかしその後昭和の時代にですね、えー、佐藤栄作の頃に童話対策事業というものができて、そしてまた、このね、得た否認という身分を童話関係者として復活させてしまいましたと。だからそういう一連の動きというふうにして見るんだと思いますね。何百年か後は。まあね、僕は生きてる間はそういう客観的な評価はされないと思うけど、 僕は死んでから何百年経てば、多分後世の歴史家は、ね、昔あった昭和時代のね、童話対策事情というもので、江戸時代の得た否認が復活されたっていう風に、僕は後世の歴史家は評価すると思います。だからもう結局江戸幕府のやったことも昭和時代の童話対策も同じなんだと、これは。ね、おかしな身分を作ってしまったんだ。制度化してしまったんだと。 というふうに評価されると思います。だからこの動画もですね、まあ私のこの世にいなくなった後だと思うんですけども、まあ貴重な歴史資料として残るんじゃないかと思います。え、皆さんはね、この歴史を目撃しているわけです。ということで今日の啓発動画でした。